はいそれでは階段行列への変形ということで例で見てみましょうこちらの行列ですねこの黄色いところのこの行列を階段行列に基本変形を使って変形していきます行基本変形を使って変形していきますまず11成分について第1列を吐き出しということをやりますはいこちらのようになります ここのところは全部ゼロになっていますので、ここはこういうふうに、まず1列、一行目に関しては、次の2行目との間で、こう、まあ、階段行列の状況をちゃんと満たしていると。こういう状況になりました。で、次にですね、ここ、2行目注目するわけですけども、2行目で最初にゼロでない、まあ、最初にゼロでない、ここの列、前回、J1 とか J2 とかいう記号を使いましたけども、まあ、そこの成分のことを主成分と、ピボットとも言いますけども、 このピボットがどこにあるかというと、この1なんですね。ということで、次のステップは、この2、3の1を使って、第3列を吐き出しします。ただし、吐き出しですけども、以前にも言いましたように、この下の行のみで十分なんですね。もちろん上の方も全て完全にいわゆる吐き出しをしてしまっても構わないんですけれども、必要なのは、階段行列に変形するのに必要なのは、下の行のみなので、この1を使って、 でこの3をを消すすすとと0にるいいう変形を行いますそうするとこのような行列になるわけですね、はい。ということでこれがあの階段行列になっているということが分かりますから基本変形で階段行列にできたというわけですね。でこの今の言いましたように B で完全に吐き出しを行ってももちろん問題はありません、はい。する必要はないというだけで別にしても間違いではありません。 えー、ということで、まあ、要するに階段行列の変形はですね、まあ、一時的ではないわけですね。はい、あの上の方を、まあ、ゼロに仮にしてもですね、まあ、操作としてはあの不要かもしれないけども、えー、間違いではないんですね。ただし、えー、もう上も完全に吐き出して、きっち,きっちり全部、えー、吐き出しをするということによって、この飛躍階段行列とか、あるいは行間役行列、行間役形とかも言いますけども、 まあそういう形に変形すると実はこの形は一時的一時的というのはまあ一通りですね必ずここに決まると、はい、それ以外の形にはならないということですねですから階段行列に変形しろといった時にですね問題としてはあのの答えとしてはこれはこの一通りではありませんので飛躍そこから飛躍階段行列にしたところで合っていれば、まあ、合っていると、まあ、そういうことになるわけですね。 はい、もう一つ例を見ていきましょう。えー、このような黄色の3794ですね。この行列でやってみましょう。この行列をまず最初に3行目に2行目のマイナス1倍を加えて何をしているかというとですね、ここにこの56というのがあるので、えっと、このままこれを使って吐き出しすると、3分の5、マイナス3分の5倍と、マイナス3分の6、まあ2倍ですね。というふうになるので、このマイナス3分の5倍はちょっとこうしたくないですよね。 はい。まあ、分数の計算が好きな人はいいんですけども、あの、まあ、人間としては、まあ、機械がやらせるときは全く関係ないんですが、人間やるときは、ま、ちょっと楽をしたいので、こう1を作るという、ま、操作をします。これはだから理論上絶対必要な操作ではないんだけども、計算手続き上、人間がやる場合はやった方がいいということですね。で、えっと、ここに5と6がありますので、この5を使って 6, 6を引いてやると1ができますね。で、この1を、この入れ替え操作によって、 持持ってくる1行為に持っててくくるる行にとということで,ありますですからここまでは階段行列に変形するという上では必須の手順ではないんですけどもまあ実際の計算上やっといた方がいいというそういう手順ですねでこの11成分を使って吐き出しとでそうするとこのような行列になりますとでさらにここのところで46が出てきましたはい46が出てきましたので、えー、これはあの1は作れないですね 6から4を引いても2になりますからなので2を作るということをちょっとやってみます2を作りましたでこの2を作ったのでこの2を使ってこの下側を吐き出す上はまあ,あの吐き出す必要はないので、えー、下側を吐き出すということで、えー、変形したものがこちらですね、はい、そうすると階段行列になりました変形できましたということになります、はい、それでは、えー、階段行列の変形の仕方の手順をまとめておきます まず、まあ、i と j を0としてですね、ここで、まあ、i と j を1にしてですね、で、まあ、i または j がその行列のサイズを超えていたら終了という、まあ、終了条件があるわけですけど、まあ、これで終了となるわけですけども、こえ,えてなければ、えー、j 列目の i 行為が全て0かどうかをチェックすると。まあ、こういうふうな感じで手順をまとめてみました。1、2、3、4、2、5、7、9、3、6、11、15、そうすると、これでまずどう,どういうことをしているかというとですね、 まず、1列目をチェックするわけですね。で、1行目からまず見ます。で、1行目のチェック対象なんですけども、1列目を見るとですね、1列目がまずこれ、0ベクトルではありませんと。0ベクトルではありませんと。これ、まあ、愛行以下って書いてありますけども、要するに1行目以下っていうことは全部ですね。この全部が0ベクトルではありませんと。 全部がゼロではありませんということをあ確かめます。で、それが成り立っていたらですね、えー、この中で、このなこの1列のこの中で、一行目の成分以下の中で、えー、ゼロでないものを探すと。今は全部ゼロでないので、どれでもいいんですけども、まあ特に人間がいる場合はこう1を使うわけですけども、これを使ってこう吐き出すわけですね、えー。これ吐き出します。はい。吐き出しをやります。まあ行変形を適当にすれば、仮にここは1でなかった場合は、まあ適当に行変形してもいいな何でもいいので、とりあえず、 この a11 が a11 が0でないもしくは1であるようなに変形してから吐き出しをします。そうすると3倍していくので、こうですね。まあ、こういう感じでできます。でですね、この吐き出しが終わったら次に i と j を1個進めるわけですね。i と j を1個進めます。そうすると ij は2 2どちらも22になりますね。 それで、22、まあ、はまだこのサイズを超えて、この行列のサイズ 3×4 をそれぞれ超えてませんから、このまま続けて、ここへ行きます。次は2列目で見るんですね。で、この2列目で見るときは、2列目の中で、ここから下ですね。この2行目のここから1、今のところから、この、ここの下から、この下からが全て0。つまり、もしこれがですね、えっと、 12340011とこういう風うになってたとすると、まあ、ここは列を次の列に注目するわけですね。ということで、ここへ行くわけです。はい。でも、ここ今の場合1なので、これはあのそのまま、えっ、ー、と、すべて0で,は0ではないので、この5番へ行きますと。で、またここの、この中で、この中で0でないやつを探すと。今、たまたまここは0なので、この1を使って吐き出したいんだけども、まあ、吐き出す必要もないわけですね。 0だけと。0なんで、まあ、吐き出すっていう、この5番のステップは実は何もしないんですけども、まあこれで、えー、次行けると。えー、次行きなさい。次3、3、三に行きなさいと。で、ここ注目してですね、この2、3を使って、えー、見ると。そうすると、まだこれ3、3は 3×4。どちらも大きくないので、超えてないので、そのまま次行くんですけども、この3列目の3行以下が全て0か。えー、ここ2ですから0ではないので、これを使って吐き出すんですけども、吐き出すことは何もありません。 ということで、この状態で5番まで来て、また次行くと今度は44になるんですね。そうすると34行列のこの行が3を超えましたから、この時点で、この時点で終了と。この時点で超えたから終了ということになります。で、もしもここがですね、0000だったりした場合はですね、 ここで、えっと、その3行まで行きましたと。で、4行、四、えー、列目はもう,こうありませんと、全部ゼロになってしまいましたということで、ここが終了したらですね、ここで、この i の直前の i が、このゼロでない行数 r になるわけですね。はい。まあ、こういうふうにして、えー、まあ、アルゴリズムと言われる表記方法で、えー、こういうふうにして、まあ、一応おさらいしておくと、まあ、こういう感じで、えー、まあ、 順番に i と j を大きくして進めていくということですね。で、えー、こ1、2、3、4、2、4、7、9、3、7、11、16、4、9、2、とするとですね。そうすると、1、2、3、4の0011と。で、このなってそうですね。0、0、1と2の4と。で、えっと 0, 1, 3, 4,、0、1、3、4、マ10、4、4 0マイナス10。こうなるわですね。そうすると、この一列目、ここはこれ吐き出して終わったわけですけど、次にここを見たときに、 この下全部見ると011になってるわけですね。この011になっているので、えっと、この中で0でないものを探すと、この2行目もしくは3行目どちらでもいいので、これ、まあ、行交換ですね。この行交換が、この愛行以下の非変形として必要で、この行交換することによって、011、あ、24、0011とこういうふうになるわけですね。 で、これを使って、この下を吐き出しして、ここをゼロにしてっていうふうにやっていくわけですね。ということで、これが、ま、階段行列の変形の手順のまとめなんですけども、まあ、これを見ながらやるとですね、ちょっと、あの、ややこしいので、あのー、ま、自分で、え、これを変形できるんですね。これからどんどんこの式変形、あの、基本変形は、階段行列の変形を使っていきますので、きちっとできるようにしておいてください。はい。えー、ま、こういうのは、ま、アルゴリズムということですね。 それではですね、階段行列の変形の例題をちょっとやってみましょう。はい、それでは解答例をちょっとやってみたいと思います。はい、まずですね、1列目注目するとですね、1列目は全部が0というわけではないですね。まあ、というか0が一つもない状態ですので、まあ、どれを使って吐き出ししてもいいんですけども、はい、1行目注目して、これ2ですね。 はい。で、2を使って吐き出ししてもいいんですが、2を使って吐き出ししてもいいんですけれども、えー、まあ今の場合ですね、2、4、60ですから2で割ってしまうと1になりますね。で、先ほどの1を作るという考え方で、この1行目を2行目から引くというのにしても、1を作っても構いません。まあ1行目は全部2のバイでスだということに気づけば2で割ってしまった方が実そこは早いんですけども、 まあここではですね、1行目のマイナス1倍を2行目に加える。2行目から1行目を引くという操作をして1を作ります。そして交換します。ということをやってみました。はい。で、この11成分を使って1列目を吐き出します。はい。このような式変形ですね。基本変形になります。はい。で、この基本変形を使ってやると、1列目が11成分の下2、2行目以降が全て0になりました。これですね。ここの部分ですね。 はい、で次に列を進めます。2列目注目します。で、えっと、ここ1行目はもうここでいじりません。いじりません。1行目はこのままいじりません。いいですね。で、まあ、いじってもいいんですけども、あと1行目をこの絡むしあの行基本変形はしません。はい、1行目をなんかどっかで他の行に持っていくことはしません。1行目何かを足すことはしてもいいんですけども、えー、とりあえず今のところはしても意味がないという状態ですね。 はい。で、この2行、2列目に注目してやると、これは000ではないですね。ですから、どっかに0でないやつがある。まあ、全部0じゃないので、どれでも構いません。ということで、この、今度はですね、このマイナス208に注目してですね、マイナス208に注目して、マイナス2分の1倍して、ここを1にします。はい。こういうふうにしました。で、この104を使ってですね、この104のこの1を使ってですね、ここから下の、 この2列目のこの2行目から下の部分をですね、吐き出します。はい。ということは、つまり5倍して3倍して、それぞれ2行目3行目と4行目に足すということをするわけですね。でそうすると、このようになります、えー。ここ0ですので、ここは1と1でそのまま変わらないですね。で、こちらの方がマイナス20でマイナス5、で、マイナス12でマイナス4というふうになります。はい。ということで、この段階で、ここに。 ここまでが、まあ、ここまでが、こう、階段状になるということが、まあ、保証されたですね。で、今、たまたま、ここはゼロになったので、ゼロになったので、えー、階段行列にもなっていますけれども、まあ、もしここがゼロでない、2、マイナス4とかだったら、今度はこの1を使って吐き出してゼロにするという操作をすればいいわけですね。今は、ちょっと、あの、アルゴリズム的にも終了したということになります。はい。ということで、これで階段行列にできました。 ということになります。